はい。どうも皆さん、こんにちは。ビザでーす。ういうい。ということで、本日はですね、ハレゼナーということで、ハレゼナガチ評価していきたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。で、ハレゼナ触ってみたんだけど、正直、どう使えばいいかわかんないっていう部分があって、俺的な評価は微妙なんですけど、もう逆に俺のことを殴ってほしい。うん。いや、こうでしょ。みたいな。こういう使い方もできますよ。みたいな、そんな感じの意見で俺のことをぶん殴ってほしいと思いながら、今回はハレゼナの性能を紹介します。はい。で、まあ、ハレゼナは、斧得意になってて、奥義を重要視したキャラクターですね。うん。一闇がぶちまけてやる、敵に5回闇属性ダメージ、防御ダウン累積、闇属性キャラの連撃率上昇累積。ということで、まあ、この一闇によって味方全体の連撃バフをできる奥義アタッカー、みたいな気持ちかな。うん。で、二闇、自分に渚の回転効果、奥義ゲージアップ、テンションアップっていう風になってて、これは CT12 で、効果中の非ダメージと弱体効果を無効化しますと。で、回避に成功すると、自分の奥義ゲージが 100% 上昇し、ぶちまけてやるが発動する状態。消去不可、2回発動で解除。これ珍しいですよね。解除されるというか、回数上限があるっていうタイプ。例えば、非ダメージ2回で消えちゃうよとか、なんかそういうのって今まであったじゃないですか。なんだけど、効果が発動して、2回発動したら消えるっていうパターンは結構珍しいなと思ってて、うん。これはね、意外と面白い、新しいなってアビリティだと思ったんで、まぁ、ちょっとそのあたり後で説明しようかな。うん。まぁ、回避、攻撃避けて、回避に成功すると、奥義が上昇して、ぶちまけてやるが発動する。だから、ニアビを打つと、まぁ、最初に奥義ゲージアップ 100% 発動するじゃないですか。で、まぁ、奥義を1回打つじゃん。で、まぁ、あと2回打てるので、奥義が3回打てるんだよな、これ。うん。まぁ、そんな感じだね。まあ、めっちゃ使いやすい、自分が奥義を打つためのアビリティ。サービ、ハズマットデストラクション。敵全体に4回闇属性ダメージ。命中率ダウン。闇属性キャラの奥義ゲージアップ 100%。で、この、回売りレベルが3の時のみ使用可能。これがね、奥義を打つたびに、この売りレベルが上がっていくんですよ。そう。奥義を打つたびに売りレベルが上がってって、最大レベルは3。うん。売りレベルに応じて以下の効果を順に得るっていう、まあ、いつものパターンですね。ダメ上限アップ、奥義ゲージ上昇量アップ、強化効果が無効化されないっていう。で、サポートアビリティその1が自分のテンションに応じて TA 率がアップ、回避率がアップ。で、回避率アップは最大値 40% っていうのが運営が言ってましたね。で、回避時に闇キャラの奥義性能アップ累積して、ハズマットデストラクション、サービの再使用間隔を1ターン短縮するっていう効果になってるんだけど、まあ、結構全部アタックに振り切った面白いキャラクターかなって思ってて、うん。ちょっと触ってみたいなと思ってたんだけど、実際に触ってみるとね、やっぱちょっと遅めのキャラクターかなーとは思ってしまったかな。奥義をどうしても全員打ちましょうとか、奥義自分が打ちまーすとか、奥義が多いとね、どうしても時間かかっちゃうんで、高難易度攻略とかで役立つタイプになっちゃうんですよ。そういう奥義に偏重したキャラって、基本的にはね。うん。なんだけど、まあ、高難易度に適性のあるディスペルとか、まあ、そういうデバフ系統もめちゃくちゃ多いってわけじゃないから、少し難しいなーっていうのが正直思う部分ではありましたね。うん。で、まあ、じゃあちょっと実際に使ってみるんだけど、個人的に魅力だなって思ったのが、ニアビだね。まあ、ニアビって、こうやって、奥義ゲージが 100% アップして、で、回避に成功したタイミングで、回避に成功したタイミングで、一度、一闇が自動発動して、うん。奥義ゲージが 100% アップ。で、これで奥義を打つと、で、これで避けたので、一闇がまた自動発動して、奥義ゲージが 100%。売りレベルが3になるっていうのは、かなり難しくないっていうのが、このキャラの第一の魅力かなっていうふうに思います。はい。まあ、これで奥義をぶちかましてさ、味方全体にこうやってバフをかまして、ぶん殴っていけるっていうところが、まあ、バッファー的な風味もあって、まあ、古戦場だとワンチャンあるかなって思ってる。うん。で、この売りレベルが3になると、こうやって3アビ打って、すげえダメージが出て、奥義が2回発動します。うん。奥義を打った際の効果がかなりでかいので、基本的には、まあ、なんか、奥義を利用していく形以外は、あんまり考えてないかな。ハレゼナ、ごめん、ハレゼナ水着ハレゼナを使う場合は。
1アビのダメージが600万ぐらい出てくれるので、装備にもよるけど、うん、まあ1回奥義打つだけで1000万っていう風に考えると、火力自体はまあ高い、割と低くはない方ではあると思ってて、うん、こうやってぶん殴っていくっていうのが基本的な運用になっていくと思うんですけど、どうしてもやっぱね、奥義演出って遅いんですよね。そう、奥義演出ってどうしてもちょっと時間的な面で言うとあんまり早くなくって、となるとね、まあどうしてもフルオートとかで採用すると最終的なタイム的には他の討伐できる編成に遅れを取っちゃうみたいなパターンが多いかもしれないっていうところはあります。渚の回転効果は発動したら解除されるっていうのは面白いっていう話をしたと思うんだけど、例えばだけど、あの回避を起点にしてるんだけど、ハロゼナって、でもシールドスウォーンとかと合わせても大丈夫なのは面白かった。なんでかっていうと、発動するまで効果が消えないから。そう、発動するまで効果が消えないので、例えばシールドスウォーンが1アビを使うじゃん、うん、こうやってシールドスウォーンが攻撃を全部吸い込んじゃったとして、うん、で今までのやつって回避主体のキャラクターだったら、こういう状況が生まれる時点であんまり美味しくなかったんですよね、正直。あんまりもうこういう状況が生まれるのであれば、あんまりもう回避系のキャラって入れたくないよなーって思ってたんだけど、あのハロゼナはそんなに回避にメリットがあるのが2アビぐらいで、2アビもう1回タゲ食らったらもう大丈夫なんだよね。そう、1回タゲ食らったら攻撃を避けるっていう、まあ2アビの効果があるんで、あ、ごめん、リロします。まあこんな風に攻撃が届かないパターンがあったとしても、ハロゼナの渚の回転効果っていうのは残ってるんで、まあそういう風に考えると別にリスクのない回避キャラっていう風に見ることもできるのかなって個人的には思ってます。はい、まあだから、まあ全体カバウとかを持ってるシールドスウォーンとかと組み合わせても運用できるっていうところにハロゼナは魅力を俺は感じたかな。で、まああと3アビだよね。3アビが演出の短さとそぐわないぐらいダメージが高い。1000万ぐらい出る。マジでさ、風刺か、パンパンパパパン風刺家電パパパパパンみたいな。アレーティアの4アビと比べてさ、もう全然そんな、ブーンクレイジーに決めてやるブーンだけでさ、なんか、1000万ボーンみたいな出るのは、すげえちょっと。まあ結構ダメージ系、アビダメが高いキャラですね。ぶちまけてやるのダメージが思った以上に高かったのは個人的にはいいなと思う部分で、600万ダメージぐらい出るんですよ。うん。600万ダメージぐらい出るから、まあ、奥義を打った時に発動するぶちまけてやるとか、まあ、1アビを使った際のぶちまけてやるとかが、いいダメージソースになってたので、まあ、そういう意味で言うと、ハレゼナ自体のパワーは高いっちゃ高いんだけど、奥義を打った時に1000万ダメージ出るよって言ったんだけどさ、やっぱ、リッチョとかターン終了時に1000万出るんだよね。そう。リッチョもなんかターン終了時、あ、1000万とか出ちゃって、まあ、メイガスとかリッチョとか、このあたりとかと比べると、こっちの方が時間も早くてダメージ高いんですよ。倒せるのであれば、こっちでよくねっていう風になっちゃったのが、ハレゼナを触ってて思った正直なところだね。うん。今後使う未来としては、まあ、この売りレベルが3の時2回発動するじゃないですか、奥義が。うん。なので、ぶちまけてやるヒット数、奥義軸でヒット数を稼ぐみたいなパターンはワンチャンあるのかなと思ってて、奥義を使用した際に、この5回闇属性ダメージが2回発動するので、奥義を打ったタイミングで12ヒットするんですよ。奥義プラスぶちまけてやる2回で、うん、さらにぶちまけてやるを合わせたら、12ヒットだから17ヒットで、ハズマットデストラクションで、21ヒットっていう風になるので、奥義軸でヒット数が稼げますっていうところは闇属性の中でもメリットになりうるのかなーって個人的には思いました。まあこうでもね、高難易度ディスペルとかさ、そういうなんか重要な絶対必須デバフの個数っていう意味でも1個じゃないですか、防御ダウンとあと命中ダウンか、あのデバフの個数って意味でもなんかちょっと少ないから、どこを上げていけばいいんだろうっていう、どこ持っていけばいいんだろうって正直ちょっと思っちゃってる、ハレゼナについてはね。うん、まあ触ってて思ったけど、俺の中では現状微妙評価ではあるけど、ただやっぱね、テンションアップが強いんですよ。
そう、テンションアップが強いから装備が整ってないっていう場合においてのテンションアップの火力上げ上げ要因とか、例えばだけど、古戦場200ヘルで敵防御めっちゃ高いじゃないですか、クソ高防御のやつをぶち抜くためのテンションアップ要因として、まあ、最終的に使うことになりましたっていうパターンは俺は全然あるとは思ってる。うん、まあ、使でもなんか、ピンポイントで刺すっていう感じ、微妙だな。なんかちょっとでもなんか代用はいそうな感じがするので、俺は正直優先度は高くないのかなって思ってる。まあでも可愛いからいいか。ハレゼナの印象はそんな感じでした。皆さんもなんか印象あったらコメント欄で教えて。ほな、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。